はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットコースターの次やってまいります。はい、というわけで今回はオレンジ色の宇宙人がねお出迎えしてくれましたが、皆様だいぶねちょっと投稿の方が遅れてしまい申し訳ありません。ちょっとねいろいろトラブルだとかありまして、だいぶ間が空いてしまいましたが、その分ですねいろいろ作業を進めることが、できまして、ちょっとこんな感じでね、はい、ご覧ください。入り口部分を装飾いたしました。アトラクションのタイトルもつけました。スペースワンダラーでございますね。はい、どういう意味かと言いますと、宇宙をさまようものという意味ですね。うん、ちょっと今回はですね、宇宙空間をさまよう感じをイメージしたアトラクションでございますから、こういうタイトルをつけてみました。じゃあその肝心な中身なのですが、ちょっと、また今度お見せするという形を撮らせてください。はい、まだちょっとお見せするにはね中途半端な、仕上がりでありまして、作業内容をお見せするのもいいかなと思ったのですが、それをするとですね、まあ内容的にかなり地味になってしまうと、もう皆さん眠たくなっちゃうんじゃないかなっていう感じの作業風景でございますから、ちょっと今回はですね、中身のご紹介はお見送りという形を撮らせていただきます。これだけね、かなり投稿が遅れたくせにこんなことになってしまい申し訳ございませんが、ご理解いただけるとすごくありがたいです。そしたらじゃあせめて、外観どんな風に装飾したのかだけ、ご紹介の方させてください。こちらはご覧のようにですね、より待機列をくねくねさせてみましたね。もうあっちこっちにお客さんがいるわけですが、これどうなってるかというと、まあここから入ってこうやってね、こうしばらく歩くわけですよ。なんだったらお客さんの視点でちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じですね。こうやって、しばらくちょっとくねくねするんですが、まずちょっと外のね待機列を歩いてもらう感じにしております。そうしてしばらく歩いていますと、いよいよ階段がねこうして見えてくるわけです。まあここはですね前回の動画でもちょこっとご紹介したと思いますが、ここからですねいよいよ、建物に向かって進んでいくわけですね。でこの階段を上がっていった先の待機列には、特に変更はありませんので、前回ご紹介した通りの待機列が続いております。そしてもう一つですね、ちょっと装飾したところありまして、こちらですね、はい、出口部分をちょっと作ってみました。お客さんはここからですねこうして出てくるわけですが、ここを歩いてこうやって、外へ出てくることが、できるという感じでございます。というわけで、以上がですね新アトラクションスペースワンダラーの、外観部分のご紹介になります。で今回ですね、じゃあ何をやるのかと言いますと、ちょっとね気分を変えてね別のことをやりたいなという今気持ちでいっぱいですので、この近未来をねイメージしたこのエリアに何かもう一つアトラクションを立ててみようかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さあそれではやっていきましょう。今回ねちょっと近未来のエリアというものを、展開していくにあたって、こちらのねスペースワンダラ実は、お引越しをしております。はい、確かね前回の動画までは、あの辺りに立ってたと思うんですが、ちょっとね奥の方に持っていきました。はい、こうやって見るとねかなりの距離なんですよね。うん、お客さんはねこのアトラクションをね目当てにねわざわざこれだけの距離を歩いてきてくれているわけでございます。でさすがにそれだとねちょっと殺風景すぎますので、この辺りにですね、もう一個ねアトラクション作っていこうと思います。で先ほども言ったようにですね、この辺りは近未来をイメージしたエリアというふうにしたいので、今回設置するアトラクションも近未来のイメージに沿ったものを設置したいなと考えております。はい、こちらのですねライド一覧から選んでいきたいのですが、いくつかもうすでに候補はありまして、その一つがこちらコライダーと呼ばれるアトラクション。はい、こちらのアトラクションでございますね。もう見た目からしてねなんかそれっぽくていい感じなんですよね。ちなみにどういった動きをするアトラクションなのかと言いますと、ちょっとご覧いただきましょう。こんな感じでございます。最初はですねまあこんな感じでぐるぐる回転していくのですが、だんだん、回転が速くなって遠心力がかかってくるとともに、これがね横になっていくんですよ、乗り物がね。そしてぐる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 回っていくと、あらびっくりね、どん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 アームが上がっていって
て、そしてアームが上がりきるとね、こんな感じでもう観覧車みたいになるんですね。高速観覧車みたいになっております。この状態でしばらくぐる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 回ってもらう感じですね。ちなみに一人称ですとこんな感じになりますね。もうわっけわかんねえ、わっけわかんねえ。いやでもすごいな。おーおー、回ってるね。はい、というような感じのアトラクションでございました。今回これをねここに設置しようかなと思います。で、設置するにあたって、さすがにね、直接ここにドーンと置くのもあれかなと思いますので、ちょっとねここでも一つ工夫を凝らしてみようかなと思います。例えばですね、このアトラクションをちょっと上に持っていくのはどうでしょうか。こんな感じでしょうかね。イメージとしてはね、あそこのアトラクションのあの2階部分と同じぐらいの高さにしたいんですけど、まあ見た感じこれぐらいかな。よし、じゃあこの辺で設置します。よし、そしたらですね、ここからいろいろ装飾を加えていくのですが、どんな感じにしましょうか。まずちょっと側面の壁から装飾していきましょう。はい、出来上がりました。こんな感じですね。先ほどのパネルをねこうずらーっと並べて真っ白く、装飾いたしました。うん、続いて今度は屋根の部分ですね。はい、ご覧ください。アトラクションの裏側と言ったらいいのでしょうか。この部分ってねすんごい汚い。ああもうなんかねカビ生えてるんですよね。どうしてこういうところはなぜかこんなにこだわってるんだろうかって私すんごくね疑問に思うんですけど、これ汚いんで、先ほどのねパネルを使って隠してしまおうと思います。はい、出来上がりました。こんな感じでございますね。いいですね。だんだんなんか UFO なのかコマなのかそんな感じのね形になってきましたが、まあこれでいいんです。これで OK でございます。そしたらですね、続けてどんどん下の方を作ってまいりましょう。今作った、斜めのね壁に合わせて、さらにですねこう内側の壁といったらいいんでしょうか、それをね立てていきます。はい、出来上がりました。こんな感じですね。うん、まあちょっと細かいところを見るとね、あのばらつきがあってあんまり良くないんですけど、まあいいでしょう。これぐらいなら誤差ということで次の作業に進みましょう。そうしましたらですね、ちょっとここに歩道をこうして設置しようと思います。こうすることで、下に伸びている柱はですねこうして自動的に消えていきますので、これを消しちゃいたい。はい、どうでしょうかね。歩道を設置したことで先ほどまで伸びていた柱が全部なくなりました。綺麗になりましたね。うん、そしたらですね、その代わりとなる柱を立てたいのですが、そうだな、じゃあ、先ほどちょっとお見せしましたこれを使おうか。これねセットになってて、こうしてちょっと複製できるんですけど、こっちで使いたいなって思うんですよね。ちょっと角度を調節して、でとりあえずこの辺りに設置で、設置したところでですね、柱の長さが足りてない。そして、植物のねプランターがちょっと大きいっていうのがありますんで、加工を加えていきましょう。そしたらですね、まずこの柱をこうして伸ばしまして、グググググーっとこんなところでしょうかね。はい、設置で、離れてしまったところを複製して、くっつけますと。はい、どうでしょう。この辺りがね綺麗に上の部分と接続いたしました。 OK。 あとはプランターですね。プランターちょっとここもいじっていきましょう。そしたらじゃあ思い切ってまず植物とか消しちゃいまして、新たに作り直しましょうかね。ちょっとこの土の部分、まるでチョコレートみたいですけど、この土も、全部消してしまいます。オラ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 、よしよしよし、 OK。 で、新たにプランターを作り直すのですが、どういうデザインにしようかな。例えばこれを一気にこうやって持ってっちゃいまして、ちょっと幅の狭いプランターにするのもいいかもしれませんね。はい、こんな感じでちょっと、先ほどよりもさらに小さくね作り変えてみました。そしたらですね、ここに先ほど消しました、
チョコレートブロックをこうして貼り直しまして、プランターのね、土っぽく見せておきます。こんなところでしょうかね。よし、そしたらここに植物を植えたいのですが、どういうのにしようかな。こういうお花もあるんだけどな、お花違いますよね。茂みっぽい感じの方がいいのかもしれない。これとかいいですね。これにしましょうか。この黄色いのをじゃあここに設置して、ちょっとまんべんなく植えてみましょうか。はい、そうしましたらこれを複製いたしまして、他の角度の方にも設置してみましょう。はい、出来上がりました。こんな感じでございますね。うん、いいねいいね。あとはですね、こんな感じでメインの歩道とつなげて、こっちもちょっと歩けるようにしておきましょうか。こんな感じでしょうかね。よし、で歩道が目立つところがありますので、ちょっとねこちらの灰色パネルを使って、歩道の色を統一してしまおうと思います。よし、そしたらここまでできたんで、とりあえず、アトラクションへ通じる入り口と出口を、設けていきましょう。その前にちょっと色だけ気になったので、色だけ変えようかな。ライドの色をもうちょっと、綺麗な白い感じにしたいんで、ちょっと白色に変えて、オレンジの部分を青色とかにしようか。あ、いいねいいね。よしよしよし。そしたらじゃあ入り口と出口を設けたいのですが、どうしようかな。特にこの辺りに関してはこだわりがないので、適当にちょっと立ててしまいましょう。歩道をちょっと外周を回るように伸ばしてみましょうか。こんな感じで。はい、こんなところでしょうかね。いいですね。うん。おー、すごいね。なんか下から見るとこれはこれでなんか宇宙船みたいになってきて面白いな。うん、よしよしよし。そしたらじゃあどうしようかな。適当にこの辺に階段を作りまして、お客さんがライドに乗れるようにとりあえずしておきましょう。ちょっとこの辺りはですね、適当に歩道を伸ばしておきます。とりあえず繋いでおくという感じで。よし、 OK。 そしたらライドの状態クローズなので、オープンにしてお客さんを呼びましょう。さあお客さん、新しいライドができたよ。乗ってって乗ってって。さあ早速お客さんやってまいりましたね。たくさん来ておりますね。だいぶちょっと距離あるんでね、もうちょっとしばらく歩いてもらう感じなんでしょうけど、さあついにやってまいりました。お客さんがね、一人また一人と、列に並んでくれております。結構な人数来てくれてますね。うん、いいね。やっぱりね、新しいものには皆さん興味津々の様子ですね。いいですね。さあいよいよですね、お客さんを乗せてアトラクションが始まります。おーい、おお、いいね。ちょっと近くから様子を見てみましょう。いや、皆さん楽しそうですね。いいですね。さあどん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 回転が速くなっていきますよ。すごい。ちょっと待機列で並んでいるお客さんの視点からどんな様子か見てみましょう。おお、これは乗りたくなるな。いや、いいね。迫力があるな、近くから見ると。いや、本当にいいですね。今こちらはですね、スペースワンダラーの待機列2階の部分からこうして様子を覗いてるんですが、こういう遠くからでもね、はっきりこうしてあのアトラクションの回っている様子が見れるといいですね。待機列で並んでいるお客さんが退屈しない感じがね、やっぱ一番大事なのではないでしょうかね。うん。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日はですね、新アトラクションを建てて、それ専用のね建物をこうして作ってみました。夜になるとね、こんな感じでライトアップされます。結構明るいでしょう。次回以降もですね、この調子でどん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 、アトラクションや、その他ショップ飲食店とかですね、未来チックなねこのエリアをねどん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 作っていこうかなと思います。またちょっと一方でですね、プラネットズーの方の投稿がね、全然できてないと、最後の更新がね、ちょっとだいぶ前になってしまっておりますので、近いうちにまた、プラネットズーの方も再開させようかなと考えておりますので、皆様今後もですね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは。